今回は河北町にあります葵さんにお邪魔しました。山形から車で40分程度、非常に豊かな食文化を誇る河北町で、とても美味しい中華そばと納豆餅を出してくれるお店です。土日は非常に多くの方が訪れます。お店の中には面白い餅食い番付表というのがあり、横綱だとなんと100個以上食べてます。